はい、どうも、ゆっきーでーす。今日は、ホープのね、新しい、ちょっと興味を持って買ってみた。こちら。ホープのスーパーライト。です。こちらはですね、ホープシリーズでなぜか唯一、まあ、一番、タールが低いホープシリーズなんですけど、それだけなぜか、チャコールフィルターが使われているという、そこにちょっと着目してですね、まあ、ちょっと買ってみ、まあ、どんな味わいがね、明らかに多分違うとは思うんですけど、その味わいをちょっと再確認したいと。てか、ホープライト、スーパーライト、俺買ったことないですね、これ。これ、買ったことない。本当に人生で初めて吸うタバコなんですけど。はい。タールが6ミリの、ニコチンが 0.5 ミリ。となっておりまして、特にチャコールフィルターが使われているとかっていうのは、一切書かれて、箱には一切書かれておりません。うん。うん。書いてないですね。チャコールが使われてるなんてのは一切書いてないんですよ。そんなのになぜか、チャコールが、まあ、チャコールフィルターが使われてる。まあ、そりゃそうっすよね。だって、ぶっちゃけ一番ね、日本で売れてるセブンスターだって、あれチャコールフィルターなのに、誰も多分知らないですよ。あれがチャコールフィルターだって気づいてる人間、多分ごく一部だと思います。普通に吸って、何も書いてないからね、当然ね。箱にはね。一切書いてないですからね。チャコールフィルターなんて書いてないんですけど。まあまあ。まあだから、まあ、書く義務はないっちゃないんですけど、ね。ただ、ホープの中で、まあ、これだけ唯一、まあ、チャコールフィルターが使われてる。まあ、普通のホープと、あと、ホープメンソールと、あと、ホープのライトか。ホープのライトは、一切使われて、普通のプレーンフィルターなんですけど。まあ、これだけチャコールフィルターが使われてるということらしいんですが、まあ、見た目は特には変わりません。このホープの字が、変わった変わってないか。まあ、変わってないですね。じゃあ、吸っていきましょう。いやー、今日は桜ね。桜花見してきましたけど。今日は27日か。うん。うん。あ、やっぱな。やっぱり。セブンスターのに似てます。実に似てます、これは。本当に。吸ってみてください。セブンスター好きな人、これ、好きではないのか。まあ、6ミリなんでね。ああ。なんか独特の香料みたいなのが、すっげえセブンスターに似てるな、これ。これセブンスターに超似てるぞ、これ。なんだ。セブンスターの軽い版みたいな感じするな。味としては。ものすごいセブンスターに似てるんだけど。これ誰も知らないのかな、この味。まあ、俺も初めて吸いましたけど、ちなみにこれ値段が、230円です。10本入りなんですよ。10本入りで230円なんで、まあ、20本入りで換算すると460円ですね。うん。やっぱりこれ、すごい、セブンスター、
セブンスターじゃん。これセブンスターですね。2005年の4月25日、北海道限定販売より、全国販売に拡散したと。ホープファミリーで初めてチャゴールフィルターを採用し、タール6ミリの吸いやすい製品でありながら、ホープでならではの吸い応えや遠慮感、コンパクトなパッケージに濃縮された、豊かな味わいを楽しめる商品です。ああ。やっぱこのちょっとツーンとする、若干このツーンと鼻をつくような香り。これがもうセブンスターの大、多分好きなんでしょうね。まあ、うん。セブンスター他にもすっげえ香料が使われてる、多分使われてると思うんですけど、ものすごい最近のセブンスター、昔のは全然まずくなかったんだけど、すっげえ香料まみれの香りがするんで、セブンスターは嫌いなんですけどね。昔のやつは好きでした。5年前ぐらいの。今から5年前ぐらいのセブンスターはめっちゃ好きやったんだけど。いきなりなんか突如として味変わったんですよね。あ、でもセブンスターはチャコールフィルターってちゃんと目の前に書いてありますね。パッケージに書いてあるみたいです。でもこのホープは全く書いてないですね。うん。ちなみにセブンスターの値段が460円。まあ20本換算でこのホープと一緒ですね。で、ちなみに6ミリのセブンスターは存在しないみたいです。まあ7ミリと4ミリはあります。近いやつで言うとね。セブンスターの4ミリと7ミリのやつはあるんですけれど、まあ6ミリのやつはない。まあ結構限定されますけど、まあ、6ミリでこれ、セブンスター推定って人、これ、すればいいんじゃない？ほとんどこれセブンスターだよ、これ。セブンスターより、着光がちょっと、ゆるいかなぐらいね。まだちょっとこっちの方が、美味しい。まだこっちの方が美味しいと感じられる。セブンスター本当に、香料まみれの、香りがすげえするんですよ。ものすごい。5年前はそんなでもなかった気するんやけど。全然うまかったんやけどね。なんであんなに変わったのかようわからへん。うん、やっぱチャコールの独特の香りみたいなのは全然、がぜんありますね、こっちは。だからチャコール使うと絶対この味になるんだって。確実に。チャコール通すと、このチャコールフィルターを通すと確実にこの味になるんですよ。うん、この独特のこの香りは、やっぱホープはやっぱあれだな、オリジナルの甘い、ちょっとほのかに甘い、ねえ、なんだっけ？蜂蜜の香料が使われてるオリジナルの、が一番いいっすね。まあ、まあでもこれは割とありふれてるでしょうね。こういう味はね。セブンスターに似たような味なんてものはもう、
だから、チャコール使ってりゃもう大体セブンスターのパクリみたいな味するんですよ。本当に。うん。チャコール通すとね、絶対この香りになるんだ。まあだから三つ星。まあでも、まずくはないっすよ。確かに。うん。あ、セブンスターほど香りも強くないし、その、着光みたいな、その、香料、まみれ、みたいな味は、香りは全然しないんで。うん。そこそこ、美味しいと思います。セブンスターよりはこっちの方が美味しいっす。ということで、三つ星です。ご視聴ありがとうございました。